はい、クラチャンネルです。今日も八坂ダム釣れるのでしょうか。さあ、今日も肩がそんなに良くないけどまあまあまあ、でもまだあれよね、負けるようになったよね。まあ、キャストもできんかったね、6人スピニングライトリーグ以外投げれんかちょっと派手かな。おお、ミドストになってる。ミドストになってる。それですよ。そのへこへこ感。いうのがいいですけど。そこまで沈めます。で、その場でヘコヘコするっていうイメージで二度ストをすると、いやー、いい感じだな。俺多分うまいな。ヘコヘコしてるな。ヘコヘコしてるよ。イメージですよ、釣りは。沈んでいくのを上げる感じ。沈む上げる、沈む上げる、沈む上げるっていう感じですよ。パンの中にポテトサラダが入ってます。家でポテサラ余った時にパン挟んでみましたね。うん、そんな感じ。いや、できるよ、食レポ。ちょっと、まあ、ポテサラとしてはちょっと濃いめの味で作ってありますよ。まあ、パンチを入れるためにね。で、じゃがいもとかがちょっとゴロッとしてる感じで、ゴロッと系です。うん、美味しいですよ。鉄板的な感じです。もう成分的なこと言われるともう全然わからん。足が効いてるかどうかぐらいわかる。パンは美味しい。はい、安定の9時20分までノーバイトです。安定化してますね、もう。早く混んでもいいんだこの辺だろ。
ったのこれ。食った？食った？食ったじゃないの？おおおお、食ってるー、食ってるおー、バレないで、あー、バレない、あー、バレないあヤマタヌキハーフ。ニゴないんじゃない？これカツある、カツ。ナイスキーパーやっと。ヤマタヌキハーフ。岬の沖だったよ。食ったこれ。食ったね。なんだこの急激な速さでこっちに来る魚は。こっから一気にでかくなれ。おおってでかい感じがするけどそうでもないと思うよ。頑張って走ってもいい。よう。ちょっと太いね。ちょっとだけ。4インチカットテール。ダウンショットの。バブルガムピンクかいね、うん、スーペリオフック。